ハリセンボンは、フグ目、ハリセンボン科に分類される魚の総称。競技にはその中の一種、学名ジオドンホロキャンサスを指す。体表に多数のトゲがあり、フグと同様体を膨らませて、イガフリのような状態になることでよく知られている。別名、トゲフグ、ハリフグ、バラフグ、イラフグ、カゼフグなど。沖縄方言では、アバサーという。ハリセンボン科の魚は、 全世界の熱帯から温帯に広く分布し、6属20種類ほどが知られている。全長は15センチメートルほどのものから70センチメートルを超えるものまで種類によって異なる。腹びれがないこと、顎の歯が融合していること、皮膚が厚いこと、敵に襲われると、水や空気を吸い込んで体を大きく膨らませること、肉食性であることなど、フグカと共通した特徴を多く持っている。 ただし、フグ科の葉は上下二つずつ合計四つになっているのに対し、ハリセンボン科の葉は上下一つずつ合計二つである。かのラテン語名ジオドン地帯もここに由来する。毒はないとされているが、ハリセンボンに対する検査数が未だ十分ではないため、卵巣などの部位の毒性については断定できないと指摘されている。膨らんだハリセンボンこのトガの 最もわかりやすい特徴は体表に、鱗が変化した、たくさんの鋭い棘があることである。針千本という和名も、ポーキアバインフィッシュという英名もここに由来する。なお、実際の棘の数が千本あるわけではない。過去の調査例によると、約千尾の針千本の針の数の平均は369本であった。この棘は普段は寝ているが、体を膨らませた際には直立し、 敵から身を守ると同時に自分の体を大きく見せるのに役立つ。ただし、石垣フグなどはトゲが短く、膨らんでもトゲが立たない。浅い海の岩礁、サンゴ礁、砂底に生息する。他のフグメの魚と同様に胸びれ、尻びれ、背びれをパタパタと羽ばたかせながらゆっくりと泳ぐ。食性は肉食性で、貝類、甲殻類。 ウニなど様々な定生生物を捕食する。丈夫な歯で貝殻や甲羅、ウニの殻なども噛み砕いて食べる。本来は熱帯性の魚団が暖流に乗って北上し、水温が低下する陶器に海岸部に大量に漂着することがある。これらの漂着個体は水温が低すぎるため繁殖できずに死ぬ。フグチ,ョウチンと同様に膨らんだ状態の白製が見上げ物として、 各地で販売される。大型のものはトゲを皮ごと取り除き、鍋料理、味噌汁、唐揚げ、刺身など食用になるが、可食部が非常に少なく、一般的ではない。沖縄では、ハリセンボンのことを、アバサーと呼び、アバサー汁は、沖縄料理の一つにも挙げられる。台湾の宝庫諸島では、ハリセンボンの刺身や、トゲを抜いた皮の湯引きが名物である。ただし、 多くのハリセンボンはトゲが鋭く扱いに要注意である。フグの仲間ながら毒は持っていないとされているものの未解明の点も多い。卵巣については無毒とする報告がある一方、沖縄県の漁師への聞き取り調査などでは卵巣は有毒として廃棄される例も報告されている。ハリセンボンに対する検査数が未だ十分ではないため卵巣などの部位の毒性や 食用の可能性を断言することはできないとされている。そのため、食品衛生法に基づく厚生労働省通知では、ハリセンボン科に属するハリセンボン、石垣フグ、ヒトズラハリセンボン、ネズミフグについては肝臓及び卵巣を食べられない部位としている。ハリセンボンが大量発生して網にかかった場合、一斉に体を膨らませ、トゲを立てるために漁獲した魚が傷つき、 商品価値がなくなってしまうことがある。このため、ハリセンボンの大量発生は、漁業被害にもつながっている。ありがとうございます。